身動きができないほど人の目を気にしすぎるのも考えものなのですが、人の目なんて関係ねえと全ての責任を放棄して暴走してしまうのも自暴自棄でしかないんです。両極端にメーターを振り切ってしまうのは自分にとってマイナスにしかならないということです。特に女性というものは他人の目で磨かれる部分もありますから、他人の目がなければ痩せようとも思わないわけで、そういう意味で言えば人の目を意識することは美意識にもつながっているわけです。大事なのは0か100にならないこと、白か黒にならないこと、自分にとってプラスに作用するいい塩梅というものを見つけるべきです。人からの評価を気にしすぎる人ほど人から嫌われることを過度に怖がっている人でして、全ての人に嫌われないようにすると行き着く先は全ての人にとってどうでもいい人にしかならない。自分の存在を消すことでしか嫌われることを防ぐ術がなくなってしまうわけです。そんな自分になったとして満足できるはずもなく、次第に自分が嫌になり自暴自棄になってしまったりするんです。仮に全ての人に好かれるような努力をしたとしても、全ての人に好かれることが幸せなのかというとそんなことはないんです。今度は幸せな人、充実している人、楽しんでいる人が気に入らないというひねくれたものが出てきます。そういう人たちには嫌われるべき自分でなければならないんです。その人たちからあの人嫌いという評価をいただけたらガッツポーズなんです。嫌いという評価をいただくために楽しんで充実して幸せになればいいわけです。それも一つの原動力だということですね。嫌われるべき人にはきっちり嫌われること、それが人間関係を最適するということでもあります。